紫輝くん、ジンくん、キシくんは、戸辺に入ってから、本当に自由に、のびのびと活動できて、才能があるし、人柄も最高に魅力的なので、いろんなところからオファー来てるよね。ナンバー、愛のファンであることは、本当に素晴らしいことですね。なぜなら、この3人の存在によって、日々が充実し、笑顔が絶えません。その魅力は、彼らのルックスだけでなく、天生の才能やプロ並みのダンススキル、 そして努力を惜しまない姿勢にもあります。彼らは言葉でなく行動で結果を示すアーティストです。そんな彼らを見ていると世界の壁なんてどこにもないと感じますね。彼らの成功は国境や言語の壁を越えて世界中の人々に響くことでしょう。特に紫輝くん、仁くん、キ士くんが飛びに入ってからは彼らの活動がより自由に、そしてより充実しているように感じます。彼らの才能と人柄は 様々な場所からオファーが舞い込むほど魅力的です。彼らがどんどん挑戦し、高みを目指している姿勢は本当に素晴らしいですね。アンチの存在は気にせずに、彼らが自分たちの道を突き進んでいくことを願っています。そして、世界中に羽ばたいていってほしいと心から願っています。私自身も、ナンバー、愛のファンであることを誇りに思っています。彼らの生き方に共感し、彼らの姿勢に感銘を受けました。 特に彼らがファンに思いやりを持ち、被災地の人々に寄り添う姿勢は素晴らしいと思います。彼らの音楽は心に響くものがあります。私はドーム公演には参加できませんでしたが、SNS やアマプラで彼らのパフォーマンスを見て感動しました。そして彼らの成功は数字としても明らかです。CD の売り上げ、YouTube の再生回数、地上波の視聴率、さらには宣伝商品の売り上げなど、 彼らの人気は数値で現れています。これからも、有明アリーナでの公演や全国ツアー、新しいアルバムの発売などで、彼らのファンを幸せにしてほしいですね。私も、ナンバー、愛のファンで良かったとつくづく思います。キンプリの時は、そんなにファンというほどでもなかったのですが、退所してからの3人の生き方に共感して関心を持つようになりました。ナンバー、愛を結成して、 今年強盗を発表して初めて聞いたとき、目が点になったのですが、笑い、何度も聞いているうちにはまってしまいました。ドーム公演は落選したので、SNS やアマプラで見て感動しました。ナンバー、愛のファン思いのところや被災地の人たちに寄り添う姿にすごく感動していますし、本当にナンバー、愛は素敵なグループだなと思っています。彼らとファンの絆は本当に素晴らしいものです。 彼らの快進撃はまだまだ続くでしょう。私たちファンは彼らを信じて待ち続けることで、今最高に幸せな瞬間を味わっています。そして、これからも彼らと共に歩んでいきたいと思います。これからも、ナンバー、愛の活躍に目が離せませんね。彼らの挑戦と成長を心から応援しています。質問、あなたはナンバー、愛のファンですかもしファンでない場合、彼らの音楽や活動に興味を持ちましたかそして、 彼らの成功を支える要因は何だと思いますか